子供時代のエリザベータ・ペトロブナ・巫女の肖像は、フランスの画家、ルイ・カラバクによる、二つの型で知られている油絵。1710年代後半に制作された。エリザベータ・ペトロブナ王女とは、ロシア帝国第六代皇帝、エリザベータのことである。この絵画からゲオルク・クリストフ・グロースの、フローラとしてのエリザベータ・ペトロブナの肖像という、 率直な描写を用いたユニークな模造品が作られた。ミハイロフスキー城に展示されている肖像画の大きさは136-103.5センチメートルである。ストレッチャーには92-3500という文が明記されており、風浪には417という印が押されている。フランスの画家、ルイ・カラバクは1715年11月13日に 三年間、ロシアでの仕事に従事する契約をパリで交わした。彼は、画家として、ロシアの歴史が、肖像が、森林、村、花や動物を、内称様々な形で表現する仕事に就くこととなった。翌年の1716年、彼は、サンクトペテルブルクに移住し、そこが、一生の住まいとなった。カラバクはすでに、 ピョートル一世と彼の家族の肖像画を描いていたが、転居のすぐ後に、宮廷画家となった。彼は、視聴者で勤務し、その後、首脳府に移って、年間500ルーブルの報給を受け取っていた。絵画が展示されている、ミハイロフスキー城絵画、子供時代のエリザベータ・ペトロブナ・ミコの肖像は、エリザベータ・ペトロブナの当時の年齢の姿が描かれており、彼女が、 約8歳の時の肖像画である。肖像画は長期間、サールス・コエセローのエカテリーナ宮殿に保管されていた。現在は、サンクトペテルブルクの国立ロシア美術館が所蔵しており、ミハイロフスキー場で展示されている。1896年に死去したアレクセイ・ロバノフロストフスキーの所有品から、1897年に絵画が発見された。 肖像画が制作された理由は二つ考えられる。我々の皇帝は王が皇帝の一番下の美しい娘と結婚の儀を交わすことで王と同盟関係を結ぶことを期待している。今後ことが運ぶかはわからないが彼女はその赤みがかった髪の色が美しいだけにとどまらず賢くとても親切で心優しい。ぜこの説は同時期にカラバクが 皇帝の別の子供にも、死者的な肖像画を描いていたという事実と矛盾する。ピョートル・ペトロビッチは、裸のキューピッドの姿で描かれた。肖像画は、多くの観客を想定していなかったにもかかわらず、いくつかの複製品が作られた。ペテルゴフ宮殿にある、ゲインリフ・ブッフ・ホールツによる絵画のインテリア。将来の女帝、エリザベータ・ペトロブナは、花の女神フローラさながらに、 咲き誇る春と野の果物を象徴して裸で描かれている。青い外観をした灰色の街灯に横たわっている。彼女は右手に小さなピョートル一世の肖像画を持っており、その枠には聖アンデレの勲章を示す青いリボンがついている。背景は右側に茶色の奴隷パディが配置されている。この絵は高貴な人物が自分自身が仮面を被っていると感じ、ミンレや 古代の神話や中世の騎士道物語の神や英雄を演じようとする特有の行動パターンが反映されている。絵画には美しい具意、象徴性、素朴さ、視写的な仕草が豊富に詰まっている。少女は大人の女性としての役割を与えられる。18世紀はこれまでに続いて子供は大人のように描かれていた。18世紀前半。 ヨーロッパの絵画における子供の描写に二つのタイプがあることを見ることができる。まず、子供は大人に随伴する美しい人形として描かれる。二番目は大人のミニチュアコピーとして描かれている。ピョートルの統治時代は子供の教育と育成が国家政策的な課題と考えられていた。商業的な成功を純粋に希求する背景において子供には 実践的な教育が求められたため、絵画においても子供は小さな働き手として描かれた。このタイプの絵画は公式の儀礼的な肖像画より流行した。カラバクの絵画は二次的な手法の枠組みで制作されたが、最初の手法の影響も見ることができる。子供時代は感情主義とロマン主義が流行した18世紀後半において、 市民と芸術家から重要な時代と認識され始め、乳児期、幼児期、青年期、若者に区分された。子供時代の年代が非常に長期になった。ピョートルの二度目の結婚から生まれたエリザベータ、ペトロブナは、その時代の儀礼規則に従って、通常音の属性を取り除いて描かれた。この理由は、彼女が両親の正式な結婚が成立する前に、 生まれたからだと考えられている。当時の聖教会にとって、カラバクの肖像画は、冒頭的で容認できないものに映った。おそらく、この肖像画は、皇室からの要望によって彼が描いたものである。ルイ・カラバク、王女、アンナ・ペトロブナとエリザベータ・ペトロブナ1717 17年、国立ロシア博物館、ミハイロフスキー城ルイ・カラバクはまた、 アンナ・ペトロブナとエリザベータ・ペトロブナの肖像画を描いた。エリザベータは同じくらいの年齢で姉と描かれている。9歳のアンナと8歳のエリザベータはどちらも小さな女神フローラのイメージで表現されている。エリザベータ・ペトロブナは右手でアンナの頭の上に花を掲げ、アンナは左手で彼女を静止するようにしつつ、膝の上に花のバスケットを置いている。 ありがとうございます。